は。次に行ってもらうのは悟空たちがもう一度未来に行った時の歴史じゃ。ザマスも悟空ブラックも消えてなくてまた負けてしまうことになるの。でも本来の歴史ならなんとか生き延びてザマスたちへの対抗策を考え出すはずなのよ。さらに強くなったザマスたちを相手にして逃げるのは難しいじゃろうな。お前たちが頑張ってザマスとブラックを食い止めるんじゃ。だが人間の醜さがその美しさを汚す。全ての人間の美しさを美しい世界に取り戻す。それが我々の人間の絵どこ。何が人間テロ計画だ。貴様のやっていることはただの人殺しだ。俺よりもお前の方がはるかに大きな罪を犯している。君、過去と未来を行き来するのは君を何度目だ。我々は知っている。お前は神々のタブーを人間の身でありながら犯し続けた。ランクス、お前は心臓の病で死ぬはずだったトム・ゴッド食ったな。奴が歴史通り死んでいれば俺はこの肉体を認めることはない。この世界を作ったのはお前なんだ。この事態がお前たち人間のおごりが招いたものに他ならない。俺はみんなを助けたかっただけだ。自分に触れることは神の特権。それを乱す輩は粛清あるのに。聞いているか。愚か者だ。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は俺がやる。
何？待て、なんだこの力は。遅い、遅い。父さんの知り合いですか？助けてくれてありがとうございます。でも奴らは俺が食い止めます。その間に父さんたちと過去に帰ってあいつらを倒す方法を。待て、もう少し、もう少し待て。今のどこか僕たちを助けてください。おかえりなさい。二人ともよく頑張ったわね。これで歴史の修正も終わりじゃ。苦労をかけたな。それにしてもザマスめ、人間ゼロ計画とはなんちゅうことを考えるんじゃ。まったく最近の若いもんはすぐ過激な方向に走りおる。嘘？またなの？また歴史改変か？次の歴史改変はザマスとの最終決戦の時。よし、今回はわしも行くぞ。海王神としてザマスのことは許せん。正座させて説教してやるわい。あのね、おじいちゃん、話してわかるような相手じゃないわよ。あなたが前に出たらかえってこの子たちの足を引っ張っちゃうわ。しかしじゃな。大丈夫、おじいちゃんの分までこの子たちがザマスをぶっ飛ばしてくれるわよ。やな、わかったわい。ではすまんが頼むぞ。敵は二手に分かれているわ。こちらも分かれて対抗するわよ。あなたはザマス、あなたはブラックの相手をお願い。
はブラックがもう一人だと。よう、カカロット久しぶりだな。なんでそっちがこんなところに。あの、酒に皮に作った酒物のせいなんか。だとすると、あれは時の酒め。肉の穴を開けるなどと、こっの指やの下のもこまでもなくとはしろせい。まあ、こんなところで、お前に復讐するチャンスが巡ってくるやな。何者か知らんが、お前たちを憎んでいるようだな。同じような顔の人間同士で争いは。いいんだ。やはり人間は滅ぶべきだ。おめえだって同じ顔してるだろう。何を言うかな。まだ終わってない。神なのだからな。この先、似た顔は一つに絞ろうかな。ばかり見ていた。いいのかね。何？Yeah!
やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。そっちもなんとかなったみたいね。なってないんじゃがのう、実はって、ああ、話はあとじゃな。仕方がない。遊びは終わりだ。無知ゆえに、神を冒涜し続ける人間ども、真の神の力を見せる時だ。機は熟した。ということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。ザマスこそが宇宙の血を、宇宙の法を
の力なり。この光さすところより消えよう。人間ゼロ計画は今日、残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。来やがった。血に乗るなよ。騙す人は俺が倒す。バカな人間どもさあ、大地を貫き全てを洗い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。そうだね、何言ってるのか全然分からない。正義の光よ、我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。ザマスは正しい。だけどブラックはそうじゃない。心と体のバランスが崩れているのよ。このザマスに対応できるのは、ね、ジンとジンとと戦ったベジットだけよ。これが最後の戦いじゃ。二人がほだらかったりするまでザマスを食い止めるんじゃ。あなたたち二人ならきっとできるわ。頑張って。お前たちの正体は分かっているぞ。我は全ての神を滅ぼした。しかしまだ残っているんだ。お前たちは上司に引き抜け、ここが片付いたら次はお前だと。あれはまさかここを。そうはさせるもんですか。ケリー、こっちに戻ってきてちょうだい。お願いしたい仕事があるの。おい、何よ。君は引き続きここを願い。大変だろうけど頼んだわよ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。
さあ、決着をつけようぜ。そうだ、これで歴史の修正ももうすぐよ。カメハメハ。木は熟。人間。我々の。我が姿は正義。我が姿は世界。あがめよ。たたえよ。この気高くも美しい。不思議にして最強の神。ダマスを感じるぞ。罠に一つ二つの力が溶け合っていく。無念の強さを高めるのに不死身の体を心地よい我が身に満ちるこの力、まさにこれこそが正義。なんて良きだ。トランクス、ブルマ隊長。はい。そういえば、おじいちゃん、さっき何か言いかけてなかった？出てなくなれ。そうじゃった。悟空のやつ、西王様呼び出し神地を失ったんじゃ。なんですって？よく聞け。我はこの身で世界を照らす太陽なら、そしてこの輝きが正義とし、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の法、宇宙の力だ。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで、そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。乗るなよザマス。貴様は俺が倒す。バカな人間どもだ。さあ、大地を貫き全てを洗い流そう。か
宴の始まりだ。すごいよね。何言ってるのか全然わかんないわ。正義の光、ザラスの体が崩れていきそう。ザラスは、だけどブラックはそうじゃない。心と体のバランスが崩れているよ。このザラスに対抗できるのは、ゴッキー君とベジータ君の合体、ベジットだけよ。これが最後の戦いじゃ。二人の心が覚醒するまで、ザラスを食い止めるんじゃ。あなたたち二人ならきっとできるわ。頑張って。お前たちの正体は分かっているぞ。我は全ての神を滅ぼした。しかしまだ残っていたのだな。お前たちの上司に伝えておけ。ここが片付いたら次は生まれる。ありゃ、まさかここを。そうはさせるもんですか。君、こっちに戻ってきてちょうだい。お願いしたい仕事があるの。おい、何よ。君は引き続きここをお願い。大変だろうけど、頼んだわよ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。さあ、決着をつけようぜ。来たわね。これで歴史の修正ももうすぐよ。そう、我は不死身だ。不死身の我に敗北はない。お前を倒し、すべての人間を消し去り、永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのだ。それはどうかな。お前はもう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体し
した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間だな。こいつはたまりだぜ。もう何にも教えることはない。君は誰に助けを求める？過去か未来か、それとも時を欺く輩どもか。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。これは黒星に生きるみんなの木の光だ。残念だったな、トラマックス。お前もタイムパトローラーとやらも神の正義の前ではただただ無力なのだ。みんな頼む、俺にもう少しだけ力を。この場合はどうすれば恩返しできるんだろうな。トランクス、やったな。はい。ん？ありがとな。おかえりなさい。ザマスの暴走を止めてくれて礼を言うぞ。まさかわしらの言葉で感知しておるとはのう。まったく時の指輪なんぞ持ち出しよるから。それにしても時の裂け目を他の歴史とつなげて悪い奴らを連れてきたまではともかく、その時の裂け目で正しい木まで運んでしまうとは、なんとも皮肉なもんじゃのう。なんじゃ、みんなが時代を超えてトランクスを助けたのはなぜかって？トランクスの未来を守りたいっていう強い気持ちがみんなに届いたのかしらね。はっはっは、そうかもしれんな。あ、君もおかえり。ちゃんと届けてくれた？なんじゃ、今
とは何が。来てしまうとは。こんなところで観察者気取りか。いいご身分だな。神を見下すつもりとは。わざわざこんな宇宙の果てまでご苦労様。今さらどうあがいたところで、あなたが消えることはもう決まった歴史なのよ。うちの子たちはタイムパトローラーを舐めないでね。なんじゃ、何がどうなったんじゃ。もうこの子に悟空くんがなくした禅王様呼び出しスイッチを探して届けてもらったのよ。スイッチを届けてもらえさえすれば、あとは悟空くんに呼ばれた禅王様がザマスを消しちゃうもの。っていうかおじいちゃんたら、ザマスを倒して全部解決したつもりになってたでしょ。そうじゃったな。しかもおじいちゃん、ザマスに正座させて説教してやるとかも言ってなかったっけ。ふん、あんな姿で来られても正座させられんもんね。うわ、ああ言えばこういうね。トランクス、先ほどの戦いで気づきました。歴史の修正をしていたんですね。俺がまた罪を犯した歴史を。この際だから言わせてもらうけど、確かに歴史改変は重罪よ。でもあなたが犯した罪以上に、あなたに救われた歴史がたくさんあるわ。あなたがいなかったら、この時の巣もとっくになくなっていたかもしれない。あなたがこれ以上気に病むことじゃないわ。たー、今までずいぶん頑張ってきたんじゃ。わしも時の海王神もお前には感謝しておるぞ。ねえトランクス、あなたこの仕事辛くない？え？確かにあなたが昔したことは許されることじゃないけど、だからといっていつまでもあなたに辛い仕事をさせておくのも違う気がして。時の海王神様、ありがとうございます。でも俺今の仕事結構好きなんですよ。仲間もいますし、この世界も気に入っています。よかったらこれからもここで働かせてください。ははは、よかったの。ええ、本当にね。正直今トランクスにいなくなられると超困るもの。トランクスならきっと続けてくれるとは思ったけど、ああ、ほんとトランクスが真面目でよかった。お前ってやつはトランクスが自分から働かせてくださいって言ったのよ。終わりと始まりの書にも刻まれたはずだわ。もう取り消せないんだから。もう
時の海王神様にはかないませんね。大丈夫です、俺はずっとここにいますよ。これからもよろしくね。